第23回世界スカウトジャンボリーとは、2015年7月28日から8月8日までの12日間、日本の山口県山口市キララ浜で開催された世界スカウト機構主催のスカウトの大会。23WSJ とも表記されることがある。本大会は12日間にわたって開催され、155の国と、 地域から33,628人が参加した。デイビジターと呼ばれる日帰り見学者は73,682人に上った。また、オペレーションキララと題した招待事業を行い、経済的に参加が難しい85の国と地域から452人を招待した。世界スカウトジャンボリーの招待事業としては過去最大となった。大会テーマは、は、 W.A.A. Spirit of Unity 会場となる山口県山口市キララ浜は広島市にも近いことから広島ピースプログラムという平和学習のプログラムが設定された。また日本での世界スカウトジャンボリー開催は1971年に静岡県朝霧高原で開催された第13回世界ジャンボリー以来 キララ浜のうち、山口県立キララ浜自然観察公園として、整備されたエリアを除く全区画を活用し、キャンプサイト12カ所、ワールドスカウトセンター1カ所を設置し、各種プログラムが行われた。また、キララ広記念公園エリアでは、山口県主催で国際交流イベント、山口ジャンボリーフェスタが開催された。キララ浜の約1キロメートル3キロメートルの土地には、 3万4千人近くを収容できるキャンプサイトと場内プログラム会場、そして見学者入場可能エリアが設けられた。ジャンボリーの生活は約40人のタイ単位が基本でタイごとに大会より指定された約20メートル25メートルの区画でキャンプ生活し自分たちで調理した食事もそこで取った。食材は朝夕にハブへ取りに行き、 カートリッジ式のガスコンロなどで調理した。昼食はプログラムに参加できるように蛍光食が提供された。参加隊が生活するキャンプサイト全体を12個のサブキャンプに分け、SC4 つごとにハブが設置された。各ハブに超大型テントが1つ設置され、ハブ本部、SC 本部、交流会場、食料配給所、緊急避難所などの役割を果たした。 ハブ及びサブキャンプの名称は以下の通りである。イストなど大会運営に関わる成人参加者専用のキャンプサイトである成人生活エリアは他の参加者のキャンプサイトとは別に設置され参加者の立ち入りは制限されていた。成人生活エリア自体は3つに分散したが一つのスタッフ食堂を全員で利用して食事をとっていた。なお、 成人生活エリアにもハブ名、サブキャンプ名が存在する。政界在界等からの大会開催支援を得るため、2010年に設立された。来賓の数は合計149人、38カ国スカウトゲストは192人、23カ国。ありがとうございます。